ちくわの梅肉巻きを作ります。じゃあまずちくわを縦に片方だけ切ります。でこれを、こういうふうに広げまして、中の方をかのこ切りにします。包丁の先を使っていただいて、斜めにこう切り目を薄く入れていきます。で今度は反対にかのこになるように切り目を入れます。ぜひこれはやっていただきたいと思います。でこれをひっくり返しまして、で次に人参を彩りに入れると綺麗なので、ちょっと軽く茹でておきます。このちくわの長さと同じぐらいに切っていただいて、きゅうりの皮の方がグリーンが綺麗に見えると思いますので、ちくわの上に梅肉をのせます。この梅肉がさっぱりして美味しいので夏向きになりますね。で大葉は軸輪の大きさぐらいに切ってのせます。で、きゅうりで、人参で、ここにもちょっと梅肉を塗っていただいたらいいと思います。これでくるくるっと巻いていきます。で3箇所ここの継ぎ目のところを でこれを3等分に切ります。でこういうふうな感じになりますので、こんな感じで盛り付けていただくと、ちょっとしたおつまみにいいと思いますので、ぜひお家で作ってみてください。